院の前へ行きました。流れで、はい、和田君もいるんですけど、まあ、そこはもうね、はい、思います。はい、はい、まあ、順位に上がったら田本さんとか上がってくるかもしれないね。すいません、そこはもう明日はジムでね、はい、昔を思い出して自力をガンガンさせたらいいですね。まあそこも流れですね。はい、はい、前回四日市終わって中6日で、はい、いかが練習などできました。もう普通に、普通に、はい、まあ、そこはでもね、こっちの天気は良くないんで。ああ、そうなんですね。あ、まあ、やれる範囲で。あ、やれる範囲で、はい、昨年振り返ってどんな年でしたか。昨年は苦しんだ年ですね。まあ、いろいろと考えなきゃいけない1年かなっていうのも思ったんで、まあでも少しずつ良くなってきてますし、今年は例えば何か目標とかっていつも置かれる。いや、もう一戦一戦頑張ります。その積み重ねですね。はい、コツコツと。はい、お正月が競争というのはもう、ね、いろいろ何回も経験されてると思いますけど、どんな気持ちですか。まあ、数少ない方なんですけど。ああ、そうなんですね。そういうお正月気分からまた競争っていうよりも、はい、まあ、家族には悪いですけどもいいのかなっていうふうには思いますけど、まあ、しっかり走って